1シート2シート3みたいな。おはようございます。あー、おはようございます。おはようございます。直樹くんどうでしたか。何ですか。やっぱあのラーメン食べてからの夜の公演がもうめちゃくちゃ良くなってたって。あー、やっぱね芝居感変わっちゃってました。全く覚えてないですね。もうあの時の出来事は。いや、俺らに出会えた喜びで多分ねテンション上がっちゃったんでしょうね。まあ多少また回復しました。演技にプラスになりました。良かったですね。良かったです。じゃあ良かったと。どうします、行きますか。いやいやいや、なんもねえかよ。なんもねえかよ。こっちは。いやでもあの僕は知ってるんですよ。何を知ってるんですか。場所です。ちょっと P がね2週間ぐらい前にポロッと言っちゃったので。なんか知ってるんですか。ごめんなさい、今回ちょっと手違いか。また俺知っちゃってます。なんか今日の行く場所知っちゃってます俺。何それ知ってるんですか。なんかパッと普通に LINE でこう。LINE で来たの。スケジュールが来ちゃったんですか。はい、マジマジで見ちゃいました。でも1日までスケジュールしか知らないでしょ。今日のしか知らないです。俺マジ何も知らないです今回だけ。マジで知らないですか。マジで知らないです。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。もういいね。そう、寒いから。あのまだこっちなんですね。私服のね。まだってどういうことですか。ずっとですよ。え、ま、いい加減にダウン変えてくださいよ。ありがとうございます。それだけで行くわけじゃないです。これ何か書いてる。何ですか。出た。アイマスク。またやんのかよこれ。終わった。じゃあ行きましょうか。いやもうそれよりもババチンの体調が心配ですよ。いやいや確かに本当に大丈夫です。大丈夫ですか。新幹線の中でめちゃくちゃ怒られるっていうのは確定してるんです。新幹線で言うたな。新幹線ではっ。おいバーバー、東京駅に向かってこれから新幹線乗るってことか。爪が甘いんだよな。マジ極刑に処される書いてありましたからね、さっき極刑に処すって。極刑か。いるかなこのアイマスク今日。マジでか、もうダメだな。ガチへこみしてますマジ。まあでも逆に新幹線ってなるともうどこ行くかすっげー今度は気になりますけどね。なあ、うん、先がもう分かんないから、ね、うん、どこ行くんですか。いや言わないですよ、何言ってんすか。どうせ喋ってる表紙にペロって言うんですよね。そうすると何も喋んなくなる。お、どっかに到着したな。東京駅っすね。東京駅か。外してください。いや、ですよね、ですよ。まあ、まあまあまあ知ってましたけど。東京駅ってことは電車に乗ります。あ、それが初ですよね。確かに確かにそれはちょっとおめでたい。うん、行き先をもうここで発表します。お、仙台です。え、マジで。じゃあできないできないできない。そんなんできない。まあ仙台行くんだ。あ、一人だけやっぱり一人だけ。竹下は本当にマジで一人だけこれ使ってください。ついにこれ使ってください。仙台の番組。うわーマジか。ずっと楽しみにしてたんですよ。ねー、楽しみにしてた。マジで。うわ超嬉しい。初の2泊3日で仙台に行った。いや最高だよ。もう多分僕ら仙台着いたらもう多分仙台民が、ああ、よかったな、なるほど、間違いなってんですよ、多分ずっとやってますよ、ね、初めての仙台、どんな旅になるんでしょうか。到着しました。いやでも来たね、来ましたね。仙台来ちゃったよ。仙台だ、声が大きくなっちゃってるもん。久しぶりにテンション上がったみたいな。いやー、テンション上がりますね。楽しいことしかなさそう。うん、うん、We love、うん、ふるさとね、ふるさとだね。ふるさとですよ。オガッタのふるさとですね。オガッタのふるさと。その割には誰もあ、オガッタだみたいなまだ何もないですか。県民性でちょっとみんな恥ずかしがってるかなみたいなとかありますよ、ね。うん、なぜ今回仙台に来たかっていうと、うん、やっぱりあの番組を PR したいじゃないですか、よりよく。オガッタです。いやいや、ちょ、マジか。マジで恥ずい。マジで恥ずい。恥ずいとかないから、視聴率に。目標決めましょうよ。目標フォロワーどうする。
フォロワー数をどんどん今回の旅で出会った人にフォローしてもらうとかですか。フォロワー数どんどん増やしていく。それはできますよ、うん、お、じゃあ一旦声出しておいた方がいい多分。いや、いけるなら一回フォローお願いしますって言っといた方がいいって。違うって、一回言っといた方がいい。フォローお願いしますこうやってね、うん、こうやってやるんでしょ。とりあえず、うん、これで多分3フォローぐらい増えてる。いやいや、すごいな。どのぐらいまでいけそうですか。3000いきたいね。マジで。いや、俺もきついと思う。マジで俺もきついと思う。俺20人ぐらいかな。いや、20人ってもうここの人たちに土下座したら多分すぐ行くぜ。いけます。いや、いけるいける。土下座すれば行ける。マジか。結構時間あるよ、でも、うん、5000じゃない。キリもいいし。3000じゃん。3000じゃん。ちょっと待って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 、無理だよ。今一人に出会うじゃん、うん、その人に友達にも言っといてって言ったらさ、友達に言う可能性は少ないです。少ないな、うん、僕らと皆さんの温度差にすごい驚愕しております。ちょっと待ってください。ちょっと待って、どういうことですか。どっちですか。目標1万人だと思って無理です。いやいや、1万はむずいよ。こういうのを作ってみて。え、何、オーガメイト。お、え、おお、2号じゃん。じゃあ、あと7500人じゃん、うん、いやそんな簡単じゃない。俺甘い。甘い、甘いの。甘すぎ。自分が今7500人増やそうとしてみたら。確かに。いや、大丈夫。だって俺も3日間で7500人増えるならやりますもん、東京で。確かに確かにやるな。毎日やって、うん、そして番組 PR 用にこんなものも用意しました。何これ、シール。焦がしてきた。おお、しかもめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。すごい、配っていきましょうよ。いいじゃないですか。本気ですよ今回。確かにちょっとスタッフ陣の熱意感じました。行きましょうよ、1万人1万人と言いながら、それ1万人貼れるスペースないですね。行く気ないじゃん。もうどうしよう。9999で成功ってことですよね。いやいや、せっかくだから感想、感想ってことで、感想やりましょうよ。やろう、やるしかない。せっかく来てるから。この後、新アイテムにテンション上げ上げ。おかた、3人の若手俳優が立派な男に成長するトリップバラエティ、オガッタ。好評につき旅の記録が DVD になります。びっくりした。オガッタ。さらに、懐かしいね。確かにね。オンエアされなかった未公開シーンはもちろん、ショールーム、今オガのダイジェストなど特典映像盛りだくさん。口癖はランクルナイさん。嘘だよ。俺がオガッタ。3月下旬くらいに発売予定。え、僕らにはなんかそれないですか。あります。何がですか。皆さんにやっぱ頑張ってもらいたいです。はいはい、用意しなきゃ。ちゃんと何、ご褒美あるんですか。ご褒美ある。もう今ご褒美ありますよ。渡します。え、今人参釣り始めた。あ、出た出た。待ってるかも。あー、なるほど。おー、何これ。なるほど。出た。え、新グッズ。ちょっとちょっとちょっと、オガダウンベッド。違う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 。もう問題、僕だよ。行きましょうか。じゃあ俺の方に問題来たの。僕綺麗なね、赤。同じような赤ですね。え、めっちゃ同じじゃないですか。同じ、完璧。ブレねんだよな。完璧ですよ。俺来ました、これ。お、俺やった。やっぱ黄緑で行くんだね。定まりました。僕、うん、黄緑オガメです。冬は、はい。これで、もう完全に。で、ネイビー。渋っ。ここに来て。よし、標的が変わった。もう俺これ今度から青系オガメ。やべえ、マジかよ。もうちょっと皆さん頑張ったら袖もつきますから。それは袖だから逆にゴロゴロしちゃう。つけとけ。あ、でもあったかい。全然よ、ちげえ。やば。あれなんかアンマッチ最高です。あったかい、あったかい。テンション上がりましたか。上がりました。あったかいですか。全然あったかいっす。あ、よかった。違う、目指せ1万人ですね。1万人目指して。じゃあPR の旅に行きましょう。行きましょう。よっしょ。ほら、もう早速いるもん。早速。あ、すげえオガッタファンだ、あれは。あれオガッタファンです。完全にオガッタファンだ。オガッタファン。どうした、うん、どうした、どうした、どうした。お姉さん、ちょっと聞いてみましょう。お姉さん、お姉さん、僕たちのこと知ってます。知らない。こういう、こういう番組。仙台の
方ですか。はい。オガッタって見たことないですか。ないです。まだ全然だ。成長したいっていう番組なんですよ、僕は。あ、なるほど。で、今、まあ、オガッタの公式ツイッターのフォロワーがまだ2469人しかなくて、皆さんツイッターやってますよ。はい、はい、知ってます。ちょっとフォローしてほしいんですよ。いや、もういいんですか。オガッタで検索してください。カタカナでオガッタで出てくるの、はい、ステッカーを。ステッカーはちょっとお礼にして20枚ぐらいありますけど、どうぞ。20枚どんどん渡し方が足りなくなるわ。足りなくなっちゃうよ。せーの、オガッタ。ちょっと待って、ちょっと待って。え、嘘でしょ。え、衝撃の新アイテム、一体何？オガッタ！なに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 ？3人の若手俳優が立派な男に成長するトリップバラエティー、オガッタ。オガッタ！好評につき、旅の記録が DVD になります。びっくりした。オガッタ！さらに懐かしいね、確かにね。オンエアされなかった未公開シーンはもちろん、ショールーム、今尾がのダイジェストなど特典映像盛りだくさん。口癖はランクルナイさん。嘘だよ。俺がオガッタ。3月下旬くらいに発売予定。スタートいいですね。いやまずね、8人、8、7人か、増やしてから、うん、はい、でもまだ、そっか、2500人なんだね、約。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。え、嘘でしょ。え、なんでなんでなんで。すげえ。いや、マジか。おがしゃ。え、すごくない。これすごいわ。なにこれ。やばい。おがわごん、いいっすね。おがわごん頑張りました。気合い入ってますね。超嬉しい。やっぱ、おがして頑張りました。あ、なるほど。オガステでこう頑張って集まったお金は、うん、これオガマになった。あと、オガダウンベストに。あ、これだね。ありがとうございます。これいいな、これ。自動ドアです。おお。あ、いい。あ、いい、いい、すごい。どうでしょう、乗り心地は。いや、最強ですわ。最高ですね。真ん中も苦にならない。いや、真ん中は真ん中ですね。小川ゴンに乗って出発です。来週のオガッタは仙台放送です。よろしくお願いします。仙台放送に潜入、番組を PR します。番組の公式ツイッターフォローしていただけると嬉しいです。あの、私ガラケー。おなりきってますね、もう。ステッカーを配りまくります。やだそれ。いや、お願いします、お願いします。事件です。お願いしますよ。オガッタ。なになになに。3人の若手俳優が立派な男に成長するトリップバラエティー、オガッタ。オガッタ。好評につき、旅の記録が DVD になります。びっくりした。オガッタ。さらに懐かしいね、確かにね。オンエアされなかった未公開シーンはもちろん、ショールーム、今尾がのダイジェストなど特典映像盛りだくさん。口癖はランクルナイさん。嘘だよ。これがオガッタ。3月下旬くらいに発売予定。